皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、萩生田政調会長が自民党三役として19年ぶりに台湾を訪問しました。そこで萩生田氏は今後の日台関係について非常に重要な発言を次々とされてましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら産経新聞。自民萩生田氏が訪台。安倍氏後継に存在感と。本来でしたら安倍さんが7月に李登輝元総統の3回忌で訪問する予定でしたが、それも叶わずに、代わりに萩生田政調会長が蔡英文総統との会談や基調講演も行って、そして李登輝氏のお墓参りも行いました。自民党の萩生田政調会長は10日台湾を訪れ、台湾市内の総督府で蔡英文総統と会談しました。そして中国が緊張を高める台湾海峡問題などをめぐり、連携していくことを確認したと。そして与党として自民党三役の訪台は、2003年の麻生太郎政調会長以来19年ぶりとなりました。そして安倍晋三元首相は生前、台湾を重視していただけに、後継として萩生田氏の存在感も高まっていると、今回の訪問は、台湾側が萩生田氏を招待したんですよ。つまり、台湾側が考えている安倍さんの後継は、萩生田氏ということになるので、台湾での萩生田氏の存在感は高まっているということになります。そして蔡氏は会談で、萩生田氏の下で、安倍氏の生前の友好の信念が必ずや引き継がれると信じていると歓迎したと。もう、これですよ。もう安倍さんの生前の友好の信念、それが萩生田氏に宿っていると、そう信じていると言ったと。もう、この言葉に集約されてますよね。その上で、台湾は日本と安全保障などの分野で協力関係を深化し、共にインド太平洋地域の自由で開かれた平和と安定の環境を促していきたいと述べたと。いや、もうその通り。私は毎回言わせていただいてますが、台湾には日本の心が宿っているんですよ。宿っているというよりも残っていると言った方がいいかもしれません。だから安倍さんの銅像がいち早くできたのも台湾なんですよ。そんな価値観を共有する台湾と、いち早く国交を結びたいですよね。そして萩生田氏は、台湾は日本にとって自由民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する、極めて重要なパートナーであり大切な友人だと述べたと。もう全くその通りですよ。もう台湾が一番日本を知ってくださってるんですよ。なのに50年前、日本は中国と国交を結ぶために台湾を断交してしまったと。それでも台湾の人たちは日本のことを忘れずに思ってくださっていると。もう日本は台湾に対して非道なことをしたんですよね。それでも東日本大震災が起こった時にいち早く巨額な寄付をしてくれたと。なので極めて重要なパートナーであり大切な友人なんですよね。そして安倍氏に対する台湾からの弔意に感謝も伝えたと。もう本当にですね、ありがたいですよね。そして萩生田氏は、台湾の国家安全局を管轄する総督諮問機関、国家安全会議のちょっと読み方がわかりませんが、秘書長とも面会したと。そして蔡氏との会談について萩生田氏は台湾市内で記者団に、台湾海峡は安全保障上も貿易でも、日本にとって大切なシーレーンだ。同じ価値を有する日本と台湾でしっかり守っていくことを確認したと説明したと。つまり台湾有事が起こったらシーレーンというタンカーの通り道がありますので、台湾有事はもう日本有事なんですよ。そこを守らないと日本にも影響が出るので、必ず日本も守りますよと、そういう約束をしたということになります。そして訪台は台湾側の打診で実現したと。党幹部としての訪台は異例で、台湾有事も見据え、議員間のパイプを強める狙いもありますよと。なので今回の訪台は非常に大事な訪台なんですよね。萩生田氏は、党の三役で19年ぶりに行ったと。安倍さんすら党三役の幹事長であった時に行けてないと。それほど異例の訪問で行ったと。なので非常に意義のある訪台です。そして自民の青年局経験者は、台湾側は萩生田氏を安倍氏の後継の有力候補と見ており、引き継ぎ式の意味合いがあると話すと。つまり今までは安倍さんを通して台湾の発言をしていましたが、今後は萩生田氏が安倍さんに代わって台湾の発言をしていくという役割を負う等もあります。そして国内でも萩生田氏の存在感は増しております。防衛力の抜本的な強化に向けた防衛費増額の財源をめぐり、増税を表明した岸田首相に安倍派議員の反発が強いと、そして首相は萩生田氏に安倍派の抑え役を、一方で安倍派議員は萩生田氏に首相の説得を期待していると、そのどちらも安倍氏が担ってきた役割ですよと、それを萩生田氏ができるかどうかということになります。そしてこちら蔡英文氏のツイート。蔡英文氏は日本人のために日本語でツイートもされるんですよ。それぐらい日本人のことを思っているということになります。シンポジウムのために台湾にお越しくださった自民党の萩生田光一政調会長と会いました。自民党の政調会長が台湾を訪問するのは19年ぶりのことですと、そして対日関係や地域情勢について踏み込んだ議論を行い、実に有意義な意見交換でしたと、何を話し合ったんでしょうかね。踏み込んだ議論ですので、おそらく台湾有事が起きた時に日本はどうするのか、それについて議論を行ったのではと思われます。そして明日のシンポジウムの成果をお祈りしますと、そしてここに掲げられているのは、飛鳥新社が出された安倍さんのメモリアル写真集です。実は私も初版で注文して手元がありますが、まだ見れないんですよね。どうしても見れないです。でもいつか見ようと思ってます。それをですね、蔡英文氏にお渡ししたということになります。そしてこちら産経新聞、自民萩生田氏、現状変更容認できずと基調講演を行いました。台湾を訪問している自民党の萩生田光一政調会長は11日、台北市で開かれた持続可能な日台関係構築フォーラムで講演し、中国が緊張を高める台湾海峡について、力による現状変更の試みは決して容認できないと述べました。いいですね、これ。はっきり言ったということになります。さらに、中国軍機による台湾空域への侵入が急増し、8月4日には中国が台湾周辺に8発の弾道ミサイルを発射したことを挙げ、軍事的な緊張を高めるような行動は差し控えるべきだと批判したと、さらに弾道ミサイルのうち5発が日本の EEZ に撃ち込まれたなどとして、台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事であるという安倍晋三元首相の言葉の正しさを中国自身が行動によって証明したと語ったと。いいですよね、この言葉。萩生田氏が政調会長になって初めての記者会見でも全く同じ発言をされてました。中国自身の行動が台湾有事は日本有事であるという安倍晋三元首相の言葉の正しさを証明したと。全くその通りですよね。そして安倍氏が唱えた自由で開かれたインド太平洋に関し、50年、100年先の子孫まで引き継いでいくために、日本、台湾、米国はこれからも固く手を携えていく。我が国は強いリーダーシップを果たしていくと強調したと。いいですよね。日本、台湾、米国は価値観が同じですので、いつか同盟関係になるでしょうね。それがですね、固く手を携えていくと、そして日本がそのリーダーシップを果たしていくと、非常に気象公演ですよね。そして前経済産業省である萩生田氏は、経済的な連携についても言及しました。半導体分野でサプライチェーン強化やイノベーション創出に向け、台湾との協力関係を一層強化していきたいと呼びかけたと。後ほど紹介しますが、TSMC 社にも訪問されてます。そしてこちら、有本香さんのツイート。有本さんがですね、一緒に台湾を訪問されてます。そして一緒に写真を撮ろうと萩生田氏から言われて、今まで親しかったのに、ツーショットを撮るのは初めてだったそうです。こちらがその時の写真です。萩生田氏はかなり背が高い方なんですよね。そして有本氏は背の低い方です。こんな感じでツーショットが捉えてます。そして有本さんはまだ右足の骨折が癒えてないので、まっすぐ立つことができないそうです。そしてこちら有本さんのツイート。萩生田政調会長の講演。TPP への台湾の参加を歓迎すると明言。そして半導体分野での協力、エネルギーのフロンティアである水素発電など、未来的でスケールの大きな話だったそうです。そして一方で、100年前の八田與一と台湾の人々がいかに努力して、台湾に穀倉地帯を作ったか良い話でしたと。この八田與一という人は、こちらウィキペディア、八田與一氏はこちらの方です。そして八田與一氏はですね、台湾で烏山島ダムというのを作った人です。そしてその後も水路をを1万6000キロにわたって作ったと。そしてそれが穀倉地帯を作ったということになります。さらに、この烏山東ダムに八田氏の銅像とお墓がありますので、もし台湾に行かれる際は、お墓参りをされるのもいいと思います。そして有本氏、8月4日、中国が発射した弾道ミサイルは我が国 EEZ に着弾。力による現状変更の試みを断じて許すわけにはいかない。まずはアベノミクスへ上振れた成果を活用し、来年度から防衛力増強に取り組む。他にも知恵を絞り、国債の償還期間の見直しも検討に値すると。そして防衛力増強のためやれることは全てやると言われてました。こんな感じで基調講演を行われてます。そしてこちら TBS、萩生田政調会長は、防衛費の財源に国債償還費の活用検討と。これは何かと言いますと、5年以内に防衛力の抜本的な強化を進めてまいりますと。そして財源については歳出改革のほか、場合によっては国債償還の60年のルールを見直して、償還費を回すことも検討に値しますと。これは前回の私の動画でも説明しましたが、諸外国では国債償還の60年のルールというのはないんですよね。つまり、60年で償還を迎えるので、その償還費を用意しないといけないと。それが現在16兆円あるので、そのルールを見直せば、そこから足りない1兆円は捻出できますよと。そういうことを言ってるんですが、永田町では今、萩生田氏がいない間に、どんどん増税の話が進んでいますので、おそらく萩生田氏は、そういった情報をまだ掴んでいなかったのではと思われます。そしてこちら有本さんのツイート。午後のセッションでは、小野寺五則元防衛大臣、そして長く台湾との交流に尽力してきた鈴木圭介衆議院議員が登壇。昨晩遅くまで防衛3文書の取りまとめ作業に勤しんでいた小野寺さんは、朝の便で包帯したと。そしてなんとこの後東京へとんぼ返りを行うと。台湾をよく知る防衛大臣経験者として、新たな日台関係の切り口を語っていましたと。岸田派宏池会の唯一の良心である小野寺五則氏、非常に頑張っていらっしゃいますよね。そして有本氏、シンポジウムの締めは再び萩生田政調会長が登壇。そして日台の未来を語っていると。日台は国交がなくてもこんなに良い関係を築いてきたのだから、今後はもっと良くなるようにと、常にそばにあり困った時には助け合う、そんな関係を未来へと、そのためにも次回のシンポジウムは、日本で若い人たちを交えて行おうと。いやー、楽しみですよね。日本でシンポジウム、非常に楽しみですよね。しかも若い人たちも交えて行うと。いやー、盛り上がるんじゃないでしょうか。私も行ってみたいですよね。そしてこちら有本氏、さらに、日台交流協会の泉大使のスピーチ、世界に核も良好な隣国関係はないとおっしゃる通りですよね。台湾は無償でマスクを送り、日本はワクチンを供与した、このような最高の日台関係の中で代表を務めている自分は幸せと、いや、非常に素晴らしい講演ですよね。これこそが日台関係なんですよ。利害関係なしに付き合うことができると、もう絶対に中国や韓国ではできないことですよね。なので、世界に核も良好な隣国関係はないと、もう早く国交を結びたいですよね。そして早く中国と断交したいですよね。そしてこちら時事通信、萩生田氏が TSMC 社を訪問しました。台湾を訪れている自民党の萩生田光一政調会長は11日、台湾北部の新竹市にある TSMC 本社を訪れたと、そして同社幹部と意見交換し、TSMC とソニーグループ、デンソーが共同で熊本県に建設する半導体生産施設の早期の稼働に向けて協力していくことを確認したと。いや、どっかの YouTuber が、熊本の TSMC は中国の人民解放軍が来ると、そういったデマを流していましたね。そんなことあるわけないでしょうと。そして萩生田氏は記者団に、日本国内の企業と TSMC の連携で、半導体のサプライチェーンに不足が生じない体制を確立したいと語ったと。つまり、熊本の TSMC の工場を建てることで、台湾有事が起こった時に半導体の供給を確保できるんですよ。もうですね、台湾を目の敵にしている人もいるので、そういったデマに騙されないようにしてください。そしてこちら、フォーカス台湾の記事です。萩生田氏が離島棋士のお墓参りをしました。この日はですね、非常に大雨が降っていたそうです。こんな感じでですね、献花をされたということになります。本来でしたら、7月に安倍さんが行く予定だったんですよね。そしてですね、離島棋士の次女の安治氏が付き添ったと。この方がそうなんでしょうね。そして萩生田氏は、離島棋士の墓参りは今年7月に死去した安倍晋三元首相の生前の願いだったと言及。墓前で離島棋士の日台関係における多くの貢献に敬意を表したというと。そうですよね。もう安倍さんの代わりにお墓参りをされたと。しかしあの世では離島棋士と安倍さんは合ってるでしょうね。そして2人でこの日台関係を見てくださってるでしょうね。もう本当に見守っていてほしいですよね。ということで、萩生田政調会長が台湾を訪問して、日台関係の強化を行いました。今後は安倍さんの代わりに萩生田氏が台湾について発信をされていくと思いますので、また新たな情報が入りましたら、その都度アップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、Twitter のフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。